はい、ということで今回は、まあ、僕の話なんですけど、僕の将来の働く理想の姿をちょっと皆さんに共有しようかなと思います。でそれは今僕が就職しないってずっと言ってる理由ともつながるんですけど、で僕の理想像はですね、理想像というかもうなる、絶対 なるっていう像があるんです。それは高城剛さんです。皆さん知ってるかな、あの有名な女優の方と一度結婚した方ですね、うん、でその方は、まあ、とにかく、まあ、ぜひ調べてください。なんかいろんなことやりまくってて、で今はいろんな国を転々として、まあ、旅しながら、まあ、なんかいろいろ SNS だったり本書いたりブログメルマガだったりで生活してるんですよ。でその姿が僕の働き方生き方 のゴールではないけど、まあ終着点かなと思います。つまり旅をしながら働くっていうことですね。だから定住ではないんですよ、うん、でそのために就職してる時間はないんですよ僕には、うん、まあね、そこまでにその状態になるまでがまたね大変なんですけど、そうしたい、そうするには就職してると、まあ、もちろんお金は貯まるかもしれないけど、就職したらさ、その会社以外で働くってなるとやっぱりもうお金が作れないじゃないですか。会社で給料もらってるだけだと。だから僕はネットとか使ってどこにいても仕事ができるっていう状況を自分で作りたいんですよ。それを仕事にしたいんですよ。だから就職してる時間はないっていうことですね。会社で働いてる時間はないっていうことです、僕にはね、うん、僕は本当に会社が合わないんで、絶対バイトですら僕はサボる人間なんで、めちゃくちゃサボりますよ。動画で言ったかな、言ってないかもしれないですけど、また後で話そうかなと思います。でその高城剛さんは実際に何をやって生活してるのかというと、まあ、僕の知る限りなんですけど、まず大きいのがメルマガと、あとカメラで写真をいろんな国行ってね、いろんな人の生活とかをめちゃくちゃ写真撮るみたいなんですよ。でその写真を有名な雑誌とかに売る、まあもう契約してると思うんですけど、そういうのとか公園で呼ばれたりとか、公園に行ってね話したり、あとはメルマガって言って自分でパソコン、まあなんか情報を売るやつですね。1日1通ぐらい届くような、わかんないけど、まあ情報を売るっていう、であと本を書くっていう、っていう感じですかね。でその他にもその方は昔にいろんなことやってたんですよ。めちゃくちゃそれで有名になって、でその他にも風車を作ったり、まあ、いろいろとにかくやってるんですよね。で今はそんな感じで落ち着いてるみたいなんですけど、その人の生活スタイルっていうのがバルセロナ行ったり、まあどこだろう、まあとにかくいろんな国を転々とするんですよ。ホテルにも泊まったり、もしかしたらわかんない、いろんな宿泊まると思うんですけど、一人でねバックパック持って、それでいろんな国を回って、そこでパソコン1台でカーで仕事するんですよ。でそれでお金がもらえるっていう、でそんなことができる時代なんですよ。今までだったら絶対考えられなかったじゃないですか。でしかも、うん、日本他の国でも多分ほとんど考えられないんじゃないか、わかんないけど、でもそれがね、スマホだけでできるんですよ。メンタリスト DAIGO さんでさえじゃないな、 DAIGO さんもスマホ1台持てばもうどこでも仕事できるんですよ。 Wi-Fi さえあればね、うん、でこう思ってに生放送ですよ、編集もしないで動画アップロードっていう、うん、めちゃくちゃ自由じゃないですか。でその自由の生活スタイル、仕事の働き方っていうのを僕は目指してるんですよ。だからそのためにね、まあね、何をすればいいのかいろいろ、まあ今模索中ではあるんですけど、そのためにまずお金を、まあその前にね、段階としては多分そうなれる状況は2年後ぐらいかな、うん、来年はとにかく一人暮らしして、うん、まあいくらかお金貯め、もしかしたらね今年めちゃくちゃお金ね作れたり資産ができたら、もしかしたらもうね来年できるかもしれないけど、まあ、僕のまずの目標は一人暮らしを自立できる程度に、まあ、月収10万稼げれば全然いけるんで、月収10万をまず目標、まあ、50万いけたらいいなと思うんですけど、うん、でそれで一人暮らしして1年ぐらい経ったらもう海外に出ようかなと思います。なんか皆さんわかんないですよ、ですけど僕の親は
親とか家族はやっぱりなんかねもう海外に行けないみたいな、なんか大学生中いっぱい遊んどけばよかったとか、なんか仕事してるから海外行けないとかね、仕事したら海外行けないよみたいな、旅行とかなかなか行けないよとか海外住めないよみたいなこと言うけど、それはその人の仕事次第じゃないですか、働き方次第じゃないですか。うん、だからそもそもがおかしいんですよね。うん、一生会社で働く人はね、そりゃそうかもしれないですよ、長い長期休み、うん、もらわないといけないかもしれないですけど、フリーランスとかね、パソコンだけで仕事できるっていう方は全然いますから、めちゃくちゃ調べれば出てきますから。 YouTuber だってそうじゃないですか、海外を旅しながら動画撮って仕事してるっていう人もいっぱいいますし、それができる時代だし、僕はそれを目指したいんですよ、本当に旅が好きなんで。しかもそう、何より若いうちにしかできない、ほぼ言っていいと思う、これは。まあ、僕はまだ若いから分かんないですけど、でもいろんな方がやっぱりね、成功してる方ももちろんですけど、言ってるのはやっぱり若いうちにやっとけっていうのはもう言ってるんですよね。まあいろんな方に聞くと思うんですけど、でもそれはやっぱり30代になると家庭を、まあ一般の方だったら、普通だったら家庭を持って、その子供とかの世話とか、まあとりあえず定住すると思うんで、だからそうなっちゃうと海外とかね、なかなかずっと飛び回るってのは難しくなるじゃないですか。まあ単身赴任だったら分かんないですけど、うん、でもね、難しいじゃないですか。だからこそ20代のうちに海外行かなきゃなって思うんですよ、僕は。なんかね、ある話で聞いたんですけど、25歳までにその人の性格っていうのは大体決まっちゃうみたいなんですよね。本当かどうか分かんないですけど、でそれはやっぱりさ、大人になるとさ、なんか自分の経験からすごい、なんだろう、これが正しいって自分でもう決めつけちゃうから、そのなんかね、新しいことを受け入れづらくなるんかな、分かんないけど、25歳までに、まあ、結構決まっちゃうみたいなんですよ。だからそれまでにいろんなことを経験しないとダメなんですよ。僕は本当焦ってます、本当に。うん、だからいち早く海外行かなきゃなって思ってます。うん、お金なくても行きますよ、僕は。向こうでは、なんて言うんだっけ、向こうで働くの。向こうで海外行ってバイトしてもいいし。で、今コロナなんで、ちょっとなかなかね、行けないですけど。でも、なんで若いうちに、僕の考えですよ。若いうちに、就職しちゃうと、もちろんそこでね、経験積めるし、技術を磨けるかもしれないけど、でも、若いうちに安定を取っちゃうと、もったいないなって思うんですよ、僕は。うん、別に否定してるわけじゃないけど、僕には全然合わないんですよ。若いうちの20代、残り、今僕21です、10月になると22になるんで、残り8年しかないんですよ、30になるまで。うん、8年しかないのに、その間に会社に入っちゃうと、2年ぐらい、3年、下手したら、まあいろいろ転職するかもしれないけど、でそれまでずっと会社で働くってなると、海外行けないじゃないですか。で、しかも、その20代って一番チャレンジできる時なんですよ。30代になったらもう子供もできて、まあ安定した収入をね、作んなきゃいけないから、チャレンジしづらくなるんですよ。なのに、その20代のうち、残り8年のうちに、会社にいて安定を求めてると、もう一生、ほぼ一生でもないか、決めつけは良くないけど、まあ、なんだろう。会社での収入しかなかったら、海外にも住めないし、住める時代なのにもったいない、住めなくなるし、海外でも働けなくなるかもしれない。まあやり方次第ですけどね、副業でもチャレンジングなことできなくなるじゃないですか。この8年ですよ、結構やばいっすよ。8年しかないんですよ。いや、やばいなって思うんですよね。だから僕は焦ってるんですよ。でそのための第一歩として、とにかくネットで安定して月10万ぐらい稼げるようにしなきゃなって思うんですよ。そのための資産作りのために YouTube とかやってるんですけど、でも今の状況だとめちゃくちゃまだね、全然足りないんですよ。僕の遊びのチャンネルだと、だいたい月4万ぐらいなんですよ。でちょっとずつ増えてはいるんですけど、でもそれでも月4、5万なんですよ。うん、だからままだとさすがに海外行っても、まあ行けるっちゃ行けるか、まあ2年後結局行くと思うんですよ。うん、なんだっけ、ワーキングホリデーだ、ワーキングホリデーどうせするんで、もしお金がなかったらね、そういうんで行くんですけど、でも
そうじゃなくて、僕の理想はネットとかいろいろネットが使える時代なんで、ネットでねお金を稼ぎたいんですよ。そんな大金じゃなくていいんですよ、生活できる程度で。だから今はまだ足りない。だけど僕の理想じゃなくて目標はそれ、まずそれ、うん、まずあの目標はあの高城剛さんみたいに旅しながら働くっていうスタイル、それを特に若いうちにするために、今就職しないで1年かかるかもしれない、かかるかもしれないけど、自分の資産とか作ってネットだけで稼げて、どこに行ってもそのスマホとかパソコンだけでお金を作れるっていう状態を作るっていうこと、うん、だから僕は就職して働いてたらそんなことに使う時間ないじゃないですか、労力も、うん、疲れちゃうしね。でそう、親とかもそう、なんだろう、副業とかでやればいいじゃんって言うけど、実際まあね、副業だからこそなんだろう、チャレンジできるっていう意見もあるんですけど、でもめっちゃ大変じゃないですか、絶対疲れるし、なんだろう、傍らでやるっていうのは絶対成功しないし、そんな軽い気持ちじゃ、うん、だってましてや 1,2 年さ、あのなんつうの、新入生っていうんだっけ、新成人じゃないな、まあ入りたての方だったら、もう勉強すること、会社で勉強することめちゃくちゃあるだろうから、そっちにてんやわんやで、副業なんかにさ、もう労力も頭も力も時間も使えないじゃないですか。だから絶対、うん、今の親が言ってるあの会社で働いてから副業すればいいじゃんっていうのは明らかに効率が悪いんですよ、僕の中ではそういう意見なんですけど、めちゃくちゃ批判来るかもしれないけど、でもそれぐらい言った方がいいね、僕はそういう考えなんですよね。だから、うん、そういうなんだろう、どっちつかずな、二つとも取る、二と思うのは一ともえずのようなさ、うん、絶対無理なんですよ。だってね、それぐらいね、どっちかを切り捨ててこれ一本で行くっていう人じゃないと絶対成功しないじゃないですか、うん、どっちもやっといて無難に行こうなんて絶対無理に決まってるじゃないですか、うん、だからもうね、ここはもう賭けなん、賭けでもないか、もう覚悟ですよね。就職しないで大学を卒業するもしたら、もうさ、さすがにもうなんとかするしなきゃいけないじゃないですか。だからこそもう必死こいて頑張るんですよ、僕は。まあそういう環境だと結構強い方なんで、うん、まあ、それまでにね稼ぐますよ、頑張って稼ぎますけど、でもだからなんというか、まあとにかくちょっと話長くなっちゃったんですけど、まあ旅をしながら働くために今月10万ネットで稼げるように頑張りますということです。でその一つとして YouTube が今あります。で今後、まあ、LINE スタンプは全然お金にならないんであれですけど、まあ、作りますけど、だからあの電子書籍とか、もうブログはやんないかな、一回やったけど僕には全然合わなかったし続かなかったんでブログはやんないと思うんですけど、まあ、他にもなんかネットでできること絶対あるんですよ、僕が今まだ知らないだけで絶対あるし、これからもなんか出てきそうだし、ましてや今の YouTube を使って何か商品を売るっていうのも全然ありですし、うん、あの源氏さん知ってます、あのファッションのファッション YouTuber の源氏さん、あの方めちゃくちゃやばいですよ、 YouTube、 皆さん知ってるか分かんないけど YouTube 以外のところで何億って稼いでるんですよリドムっていうブランドなんですけど、そう、それはもう YouTube 上で多分公表してないんですよ、そのなんだいくら稼いでますっていうのは、もちろんね。だけどそう、うん、そういう人もいるんですよ。だから YouTube 上の、 あの再生数だけで見ると、まあ確かに人気な YouTuber なんだけど、何億って稼げるような人、うん、動画ではないんですよ、うん、10分動画で結構何万再生とかあるけど、その辺無理じゃないですか、何億って。だけどその YouTube を使って自分のブランド、自分の商品を売ることで何億とか稼いでる人いるんですよ、全然いるんですよ。だからもっと僕もそういう勉強しなきゃなと思うんですけど、だからそういうなんかね、今も僕も知らないようななんか稼ぎ方とか仕事絶対あるんで、もっと勉強して来年までにはそういうなんだろう仕組みを 僕も作ろうと思います。まあ、仮に作れなかったとしてもバイトすればいいしさ、その分時間ができたらまた新しいことできるしっていう感じです、うん、ちょっとまとめますと、僕は海外に行きたいんです、海外で旅しながら仕事をするっていうのが目標なんです。だから就職しないでスマホとかパソコンだけで
まあなんかお金を生み出せる状態を作るっていうのを目標に YouTube なりやってますね。うん。という感じかな。なんか記録として残したかったんです、こういうのを。はい。ということで来年の僕にバトンタッチしましょう。はい。